皆さんこんにちは、ヒロです。今日も皆さんと一緒に N3 でよく使われる動詞を一緒に勉強していきましょう。今日の動画で N3 の動詞は終わりです。 N3 はたくさんの単語がありますが、どれも日常会話でよく使われる単語です。何度も練習してしっかり使えるようになりましょうね。それでは早速始めましょう。1度目はゆっくり読みます。2回目は早く読んでいきます。僕の口の動きと発音をしっかり真似して練習していきましょう。転ぶ、階段から転ぶ、階段から転ぶ。腰掛ける、ソファーに腰掛ける、ソファーに腰掛ける。断る、好きじゃない人の告白を断る、好きじゃない人の告白を断る。加える、隠し味を加える、隠し味を加える。繰り返す、毎日のルーティンを繰り返す、毎日のルーティンを繰り返す。乗り越える、困難を乗り越える、困難を乗り越える。叫ぶ、大声で叫ぶ、大声で叫ぶ。避ける、身を守るため危険を避ける、身を守るため危険を避ける。冷ます、熱々の料理を冷ます、熱々の料理を冷ます。冷ます、仕事終わりの一杯で目を覚ます、仕事終わりの一杯で目を覚ます。仕上がる、素晴らしい一品が仕上がる、素晴らしい一品が仕上がる。従う、上司の命令に従う、上司の命令に従う。支払う、カードで支払う、カードで支払う。縛る、指を縛る、指を縛る。締め切る、参加の受付を締め切る、参加の受付を締め切る。締める、汗で服が締める、汗で服が締める。喋る、電話で喋る、電話で喋る。吸う、タバコを吸うのをやめられない、タバコを吸うのをやめられない。救う、瀕死の子供を救う、瀕死の子供を救う。優れる、ピアノの演奏に優れる、ピアノの演奏に優れる。過ごす、ほのぼのとした日常を過ごす、ほのぼのとした日常を過ごす。涼む、木陰で涼む、木陰で涼む。進める、話し合いを進める、話し合いを進める。進める、新メニューを進める、新メニューを進める。済ます、朝食を簡単に済ます、朝食を簡単に済ます。迫る、借金の返済を迫る、借金の返済を迫る。倒す、木を切り倒す、木を切り倒す。高める、集中力を高める、集中力を高める。
確かめる、金額を確かめる、金額を確かめる。助かる、間一髪で助かる、間一髪で助かる。尋ねる、道を尋ねる、道を尋ねる。畳む、布団をきれいに畳む、布団をきれいに畳む。立ち上がる、不正に対して立ち上がる、不正に対して立ち上がる。立ち止まる、未知との遭遇に立ち止まる、未知との遭遇に立ち止まる。立つ、日本に向けて立つ、日本に向けて立つ。立つ、時間があっという間に立つ、時間があっという間に立つ。騙す、詐欺師に騙される、詐欺師に騙される。黙る、騒ぐ子供たちを黙らせる、騒ぐ子供たちを黙らせる。たまる、埃がたまる、埃がたまる。試す、新しい料理を試す、新しい料理を試す。ためる、手紙を読まずにためる、手紙を読まずにためる。保つ、友情を保つ、友情を保つ。頼る、最後に頼れるのは家族、最後に頼れるのは家族。近づける、磁石にコインを近づける、磁石にコインを近づける。近寄る、獲物に近寄る、獲物に近寄る。散らかす、めちゃくちゃに散らかす、めちゃくちゃに散らかす。散らす、風圧で葉っぱを散らす、風圧で葉っぱを散らす。通じる、 SNS で世界中と通じる、 SNS で世界中と通じる。掴む、手すりを掴む、手すりを掴む。付き合う、初恋の人と付き合う、初恋の人と付き合う。勤める、マネージャーを務める、マネージャーを務める。出会う、尊敬できる人と出会う、尊敬できる人と出会う。出来上がる、昼ご飯が出来上がる、昼ご飯が出来上がる。出迎える、懐かしの友人を出迎える、懐かしの友人を出迎える。照らす、法律に照らし合わせる、法律に照らし合わせる。溶かす、巨大な氷を溶かす、巨大な氷を溶かす。溶く、卵を泡立つまで溶く、卵を泡立つまで溶く。溶く、妻の疑いを解く、妻の疑いを解く。溶け込む、クラスに溶け込む、クラスに溶け込む。閉じる、本を閉じる、本を閉じる。飛ばす、大事な内容を飛ばした、大事な内容を飛ばした。飛び込む、海へ飛び込む、海へ飛び込む。飛び出す、路地から勢いよく飛び出す、路地から勢いよく飛び出す。流す、汚れを水で流す、
汚れを水で流す、眺める、自分の美しさを眺める、自分の美しさを眺める、握る、おにぎりを握る、おにぎりを握る、縫う、マフラーを縫う、マフラーを縫う、乗せる、船に貨物を乗せる、船に貨物を乗せる、覗く、生活からタバコを覗く、生活からタバコを覗く、望む、結婚を強く望む、結婚を強く望む、述べる、意見を述べる、意見を述べる、測る、砂時計で時間を測る、砂時計で時間を測る、測る、水深を測る、水深を測る、測る、リンゴの重さを測る、リンゴの重さを測る、話し合う、問題点を話し合う、問題点を話し合う、話しかける、見知らぬ人に話しかける、見知らぬ人に話しかける、離れる、都会から離れる、都会から離れる、響く、部屋中に音が響く、部屋中に音が響く、流行る、ヒロビーログが流行る、ヒロビーログが流行る、広がる、ウイルスが広がる、ウイルスが広がる、打つ、雷に打たれる、雷に打たれる、ぶつかる、激しくぶつかり合う、激しくぶつかり合う、振り向く、後ろを振り向く、後ろを振り向く、振る、しっかり混ざるまで振る、しっかり混ざるまで振る、曲がる、曲がりくねった道、曲がりくねった道、迷う、道に迷う、道に迷う、見上げる、空を見上げる、空を見上げる、目立つ、一つだけ明らかに目立つ、一つだけ明らかに目立つ、持ち上げる、100キロの重りを持ち上げる、100キロの重りを持ち上げる、破る、親友との約束を破る、親友との約束を破る、辞める、辛い仕事を辞める、辛い仕事を辞める、許す、夫の浮気を許さない、夫の浮気を許さない、酔う、飲みすぎで酔いつぶれる、飲みすぎで酔いつぶれる、別れる、恋人と別れる、恋人と別れる、見送る、旅行を見送る、旅行を見送る、微笑む、子供の微笑みは天使のよう、子供の微笑みは天使のよう、結ぶ、ネクタイを結ぶ、ネクタイを結ぶ、防ぐ、病気の感染を防ぐ、病気の感染を防ぐ、学ぶ、英語を学ぶ、英語を学ぶ、目指す、ゴールを目指して努力する、ゴールを目指して努力する。今日は
N3 でよく使われる動詞を100個勉強しました。なかなか数が多くて覚えにくいですよね。でも大丈夫です。僕の動画を何回も見ていると、よく使っている単語がたくさんあるので覚えられると思いますよ。皆さんも諦めずに頑張って全部覚えてくださいね。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。